生活保護利用者による生存権を求めるデモ。たまには旅行に行きたいぞ。ネット、デモしている間、みんな働いてるよ。ガネットで話題。内容はこちら。生活保護利用者による生存権を求めるデモに、ツッコミが殺到しているようです。では、内容を見てみましょう。生存権を求める京都デモが1日、京都市であった。生活保護の利用者と支援者100人が路上から訴えた。たまには旅行に行きたいぞ。たまにはおしゃれもしたいぞ。たまにはうなぎも食べたいぞ。憲法25条は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障するよう政府に命じている。その政府は生活保護費を大きく削っている。京都では、生活保護を使いながら地域で自立生活をしている障害者が生活保護改悪に反対する人々の会小松光雄代表を作り、全京都生活と健康を守る会連合会とともに政府を相手に裁判中だ。この報道にネットでは次のような声が殺到。フィーフィー、デモしている間みんな働いてるよ。それでもなかなか贅沢はしてない。青ちゃんペ、働いてる人でも旅行できない人が多くいるので絶対に無理です。生活保護は人間らしい生活を送れる最低限の金額を支給する制度なので、旅行もおしゃれもうなぎもとても最低限とは言えません。これらは娯楽や嗜好品なので自分で働いて手に入れるものです。権利と特権と勘違いしないでください。てか、うなぎに関してはすき家で890円で食べれるんだから、支給額の中でうまくやりくりして食えよ。わら、何数千円のうなぎ行こうとしてんの。わらわら、アミ、普通に働けばいいじゃん。健康上の理由で働けないならそもそも旅行なんて無理だし、食事制限もあるんじゃないの。経団員聡明、デモする元気と時間があるなら少しでも働けばうなぎ買えるのでは。ひろゆき、働いてる人が最後にうなぎをいつ食べたかわからん。旅行に行く余裕もなく休日は寝てるのを知らずにこの主張をするのは生活保護者への非難を増やす。活動家はアホなん。岩田敦氏、私もうなぎが食べたいぞ。病院の中における魂の絶叫、かっこ笑い。皆さんの言う通りです。デモをする暇があるのなら即刻働いてください。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。保護の意味わかってねえな。文化的な生活と贅沢を履き違えてるよね。衣食住が確保されるだけで十分文化的。ところで勤労、教育、納税の義務はどうなされたんですか。こいつら人間のクズだな。働かざる者食うべからずが日本だ。デモする時間あるなら職案で仕事探そう。ほんまその通り。デモする元気あんなら働けよ。うなぎ食いたきゃ働け。蒲焼き三太郎でも食ってろ。働かざる者食うべからず。そういうことです。次はこちら。2時間のデモ集会の時間バイトすれば2000円にはなるだろ。スーパーの輸入養殖うなぎの蒲焼き1匹買えるやん。パチンコ行かなかったらその日に食えるだろ。笑い。贅沢したいなら働いてください。生とは贅沢まで保護してねえんだよ。生活保護がもらえることが当たり前だと思うなよ。人にたかることを恥と思わない社会は左傾化の産物ですね。いいな、暇そうで。ぜひデモの参加費でスキヤのうな丼を食べてください。次はこちら。この中に外国籍の人は何人いるのでしょうか。外国籍への生活保護は違法なのに、それをまずやめましょう。不正受給者を片っ端からしょっぴけば、この手のデモも減るのでは。一番人間らしい生活とは、働いて給料もらって、その範囲でできることをすることなので、ぜひ働くことから始めてください。このデモの参加者に、どれだけの外国籍の人や不正受給者が紛れ込んでいるのでしょうか。
真っ当な生活保護受給者はデモなんか参加しないでしょうからね。最後はこちら。きちんと働いてる人ほど身の丈をわきまえて贅沢せず節約し質素に生きてる。働かないでもらってるとそうした節度が理解できないんだろうな。悲しいよ。だから理解も減るし分断と対立が生まれる。うなぎなんか年に一回食うかどうかだろ。10年ぐらいうなぎ食っとらんわ。働いてる人もうなぎ食べたいんだが、国民年金受給者より生活保護の金額の方が多いのですけど、40年基礎年金払い続けて6万少し、生活保護って10万円超えてると思います。このアンバランスさを政府はどうにもしない。今の時代、生活保護受給者と働き世代の逆転現象が生まれているようですからね。大問題だと思います。結論、ネットの指摘の多くにデモをする元気があるのなら働けとの声がありますが、まさしくその通りだと思います。デモをする元気があるのならバイトでも何でもできるはず。働きもせずに人にたかろうとするだなんて言語道断です。それに今の時代、必死に働いても旅行に行く余裕やうなぎを食べる余裕がない人たちばかりです。甘えたことを言っていないで即刻働いてください。そしてこのようなデモをすることで生活保護のイメージが悪くなり、結果的に生活保護に頼らざるを得ない人たちにも迷惑がかかってしまいます。このようなおかしなデモは金輪際やめるべきです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。